はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、材料紹介ですね。はい、今回はこちらチューリップウッドの紹介をしていきます。個展の終わりぐらいかな、個展が始まるぐらい、ちょうど個展行く前にね、約250キロ、まあこれ半割りにした後なんですけど、丸っこいねやつを買ってきました。アホみたいに高かったんですけども、でね、まあ今回のチューリップウッドもそうなんですけど、キングウッドもそうですね。あとシタン、黒炭なんかでも、まあ小さいものはね1個でいくらとかって値段ついてると思うんですけど、大きくまとめて買うときってね、重さで買うんですよ。1キロいくらっていう、流米単価、その何流米、何立方メートルあるかっていう計算の仕方と、重さで測るっていう2通りがあります。からき黒炭、シタンとかはね、そういうものが昔は多かったんですけど、まあチューリップとなんかでももちろんそういう時代があって、まあ未だにこういう原木とかはそういう重さで入ってきます。もう何トンっていう形でね入ってくるわけですよ。でまあ僕らにもまとめて買うのでね、もうこうやってコッパにしてやると、もう1個いくらっていうふうに、それは重さからではなくって、まあいろんな手間とかもかかってくるんですけど、はい、重さで僕は買いましたけど、はい、どうしても余分なとこを使わないところっていっぱいあるんですよね。余分なところなんですよね。もう赤身しか基本的にいらないんですけど、なかなかねそういうわけにもいかないし、こうやって割れてたり、腐ってたりとかする部分もねくっついてきちゃうんですけど、これはね、抜いてくださいっていうことはできないんですよね。まあしょうがないです。まあ使えるところをどう自分で考えて気取りして使っていくかっていうとこですね。これもスリルこっち割れてますし、はい、使えない部分もどうしてもあります。はい、色は切ってみて良かったですね。まあもちろんこういう部分があるんですけど、使えるところではね、すごく色がいいと思います。割れ深いな。厳しいな、なかなかね難しいっすよ、チューリップとねルーでやると、まあこんなもんですよ僕の手からすると、なかなか使える部分って少なくって、切り取りもめんどくさいんですけども、でもまあペンっていう大きさにしては、そのキングウッドとかチューリップウッドとかってすごくマッチしてるなっていうふうに思います。いやもちろん、木色とか木とか、まあいろんなことを含めてチューリップと、はい、とってもいいなと思いますし、キングと紫系はね、ローズと系がいっぱいあるのであれなんですけど、まああれもまあキングともローズと系ですね。チューリップのが人気あるのは何だろう、やっぱギターの世界なのかな、ギターの世界の影響かな。でもやっぱりチューリップとの方が世の中求められますね。そのペン業界、ペン作家さんだけじゃなくって、まあ、いろんな作家さん含めて、ギター業界も含めて、そうですね、やっぱキングッドよりも断然にチューリップとですね。はい、まあ南米の方なんですけど、ほとんどがブラジル、まあこれも本当に昔々にイタリアに渡って、イタリアから日本にだいぶ入ってきましたね。もうイタリアにないそうです。もう全部日本の、ね、業者さんが買ってしまって、ほとんど売れちゃったんじゃないですかね。まあさらに値上がりするだろうということで抱えちゃってる材木屋さんもあるので、探しに行けば売ってくれるかもしれませんけど、まあ僕はもう200何十キロ、まあ他にも持ってたので、どうだろうね、350キロとか持ってるので、多分僕生きてるうちに全部使い切ることができないぐらいあるんじゃないかな。まあ、もちろんそれだけ切っていけばいいんですけど、そんなことしないので、僕はいろんな木扱うよりバランスよく作りたいので、はい、そうね、まあそんな感じで今チューリップとまた切ろうかなっていう感じですね。はい、そう、そろそろなくなってきました。まあ前の木はちょっとね色が悪くて1万3000ぐらい、まあふるさと納税とか納品用で使ったりしておりますが、
今回は E4 でいけるからイベント用ですね。そう、イベント用のね出してるいいやつっていうのがほとんどなくなってきて、まあ今回のペン&カフェさんのイベントでなくなっちゃうだろうなっていうところ、うん。なので東京インターナショナル検証、そして来年のねイベントにはチューリップといいのがないので、バランス、色のバランスとかでもね、やっぱチューリップとはいいですね、目引きますよね。ピンクアイブリチューリップとってすごく目引くんですよね。なので好きなキーですよ。その木っていうのじゃなくって、よく使うのがやっぱこのキングウッドとチューリップウッドです、まあ、ローズウッドの一種としていいなと思ってる。そうなんですかね、この赤のストライプ、あの紫のストライプ、どうだろう、インドローズとか、まあ、ホンジュラスとかに比べたらその島が強いこの感じ、いいですよね。はい、ということでチューリップとまたね東京インターナショナルペンショーにも出していきます。まあ、今こういう感じでねこの1本はもう完全にペンペンペンにしていきますので、はい、またぜひぜひ見てください。またよろしくお願いいたします。